JR 東海は残土の処分地を御嶽町内に2カ所設置する計画で調整を進めていましたが、候補地に国の重要湿地が含まれるなどの懸念もあり、御嶽町は汚染のない健全土の受け入れについて JR 東海と今月14日から協議を始めていました。しかし、トンネル工事が行われている瑞浪市で複数の井戸やため池の水位が低下している問題を受け、御嶽町は協議を一時中断すると JR 東海に通知したということです。今後、御嶽町でもトンネル工事が行われる予定のため、井戸水を利用する町民の不安を払拭する必要があるとしています。